はい、皆さんこんにちは、フリグエです。まあ、今日のタイトル、テムとか言ってると思いますけど、テムに限らず、新しくてよくわからないもの、なんなら多少怪しいものも余裕がある方はどんどん試していこうと。そうすることで、今のこの変化の早い世の中の変化の波に乗って、より成長できますよと。世の中もどんどん良くなっていきますよっていう、そういうライフハック的なお話をしていきたいと思います。というわけで、テム、普通に使ってます。まあ、最近、テムにあるような商品ももう大体欲しいもの買っちゃって、使用頻度落ちてきてる。あんまり最近買ってない気がしますけど、でも調べたらこれまでに合計42回注文してました。まあ、一時週2回ぐらいのペースでは注文してたんじゃないですかね。まずこのトピック、この動画の公開時点では、神経質になっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、一応お断りしておきますけれども、私別にテムへの思い入れもなければ、小銭稼ぐこととか、1ミリも興味ありませんので、クーポンとかもありませんし、当然案件でもないですし、再生回数とかチャンネル登録者増やすとかもどうでもいい。あくまで私の持論が皆さんの参考になればと思ってお話するわけですけど、以前にテムで買ったおすすめ品のショート動画とか、あと未だに使ってるボイスチェンジャーとかのついたミキサーの紹介動画とかも公開しましたけれども、なんか最近テム使うと危険だみたいな論が世の中にははびこってるみたいで、なんかそういうコメントがついたりするんですよね。個人的には、そうなんだ、じゃあテムで買い物してくるねみたいな感じなんですけど、でもなんかそういう論がはびこって、テムとかテムに限らず新しくてよくわからないものが敬遠されるようになる、敬遠する人が増えると、いろんな意味で損するだけだと思うんですよね。まあ皆さんの時間を無駄にしないためにも、どういう内容の動画にしようとしてるかっていうのを先にお断りしておくと、まずテムは問題だらけなところもあるけど、それはテムに限らず現代社会の問題が可視化されてるっていう側面もあって、テムだけ叩くんじゃなくて、ちゃんと個別に対応していきましょうっていう。で、世の中成長してる人っていうのは、テムとかそれより危険なものにももう数百個とか手を出して、時には実際に危険な思いをしながらも、はーん、こういうものなのねって理解して、で、それを肥やしにして、どんどん成長してますよと。逆にテム程度の危険レベルのものを使うかどうか迷う、心配するっていうのは、この変化の早い世の中取り残されるリスクかなり高いっていう。あんまりああいうのは危険、こういうのは危険みたいなのに振り回されすぎると、一見賢い判断をしているように見えて、特に長期的に見るとものすごい不利益を被るリスク大きいですよっていう。だからこういうの人にもよりますけれども、気持ちの余裕がある範囲でどんどん試していこうよっていう動画になります。だから人柱の勧めって言ってもいいかもしれない。でも人柱っていうと、まあ本来の意味だと最終的に撃沈すること前提みたいなニュアンスになっちゃいますけど、でもネットで人柱やりますとかって言ってる人たち、大体撃沈してないですよね。みんなむしろどんどん経験を積んで成長してる、先に行ってる。だから言い換えると、余裕がある範囲でどんどん新しいものに手を出していく。自分にとって余裕があるかどうかだけが問題で、まあないんだったら無理にやることはないですけれども、どっちにしても世の中的にどんなに危険ですよ、危ないですよとかっていう人がいようが関係ないっていうことですね。まあもちろんいろんな警告に耳を貸すのも大事ですけれども、その上で冷静に大丈夫じゃんって思ったら全然踏みとどまる必要ないっていう、そういう当たり前の話をしていきます。まあテムが危険っていうようなものなのかどうか、これ怖がってたら、あるいは避けるとか、もうどんだけコンサバなんだっていう。ものすごい心配性の人とか慎重な人にとっては、まあテム普通に使うことすらチャレンジングなのかもしれない。まあ世の中、飛行機に乗るのが怖いとか、スーパーで普通に売ってる無農薬じゃない野菜がどうかとか、Wi-Fi の電磁波大丈夫かとかっていう方もいらっしゃるぐらいですからね。LINE とか TikTok すら、あれ大丈夫とかって言ってしばらく使わなかった人がいたぐらいですからね。まあそうやって怖がる人の中に本当に怖がった方がいい人も一定数はいらっしゃるんだと思うんですけど、一方で、全然怖くないじゃんっていう、おそらくどちらかっていうと多数派の人まで使うの大丈夫みたいな論が出てくるっていうのはちょっと違うかなと。それでこういうのどこから話すかすごい迷うんですけど、これ動画公開時点で YouTube をテムで検索するとテム危険みたいな動画の方が先に出てきちゃってるような状態なので、そのあたりで言われてる不安についてほぼ全く不安に感じてない私みたいな人間がどう捉えてるのかっていう流れで一個一個お話していこうかなって思います。あと当然ですけど、この動画見てテム使ってなんかやばいことになったとしても私は一切責任を負いません。まあ当たり前ですけどね。というわけで、巷で言われてるテムのリスク、ガンガン使ってる人はどう捉えてるのか。まあどちらかというと私も偏った人間の可能性が高いので、私の捉え方が必ずしも一般化できるとは思ってませんけれども、あとテム本当にいろんなリスクが言われてるので、この動画の中だけでそのリスク全部カバーできるとは思いませんけれども、例えばまず典型的にはクレジットカード情報流出リスク。もうこんなのも何十年クレジットカードを使ってきて、だからもう世界数百店舗じゃ効かないと思いますよね。ネット上だけでも何十っていうサイトでクレジットカードを使ってきてたら、まあ、最近のキャッシュレスっていう前から実店舗でもクレジットカード使える店だったら、ほぼクレジットカードを使ってきた目からすればもうどういうところが危険で、一体どういうことになったら不正利用されるのか、そういう時にどう対応すればいいのかも分かってる。
まあ、その辺全部込み込みで安心ですよね。それが本当に不正利用だったら、もちろんクレジットカード会社に連絡すれば保証してもらえる。いざ流出しても停止とか再発行すればいいだけ。まあ、もちろん面倒っていうのはありますけどね。財布取られて現金抜かれたら戻ってきませんよ。クレジットカードなら持ってきますよ。そもそもクレジットカードが使えるお店っていうのは、カード会社の審査が通ったところで、で、不正が続くようなお店っていうのは、クレジットカード使えなくなる。だからみんなで試して協力して、不正な会社をこの世から排除していく仕組みになってるんですよね。だからそもそも海外のよくわからないお店でも安心して買い物できるっていうのが、クレジットカードのメリットだったわけですけれども、これ不正が増えたら、ユーザーはもちろんですけれども、お店も、クレジットカード会社も全員損するので、そういう経済合理性でもって不正を押さえつける力が働くのがクレジットカードなんですよね。そういう時代から何十年も経って、まだクレジットカード心配っていう人がいる。もう特に現金至上主義とか、信頼できない会社をこの世にのさばらせる方に加担してる可能性すらある。で、そういう無数に存在するクレジットカードに対応するお店の中でも、私もこれまで数百件で利用してきたお店の中で、中にはほとんど個人がやってるような実店舗お店とか、通販サイトとかもあった中で、世界の中でも最大手になろうっていうテムを疑う理由って何っていう。具体的にネットで不正利用されたっていう報告が上がってるのはわかりますけれども、されたとしてどうして不正利用されたのか。ネットのセキュリティのごく一般的な知識から考えたら、お前それテム以前にマルウェアに感染してるんだよっていう。あるいはフィッシングにあったか。まあもちろんいろんな可能性ありますけれども、とにかくテム以外が原因の可能性の方がめちゃめちゃ高いですよね。これをテムやばいって解釈しちゃう時点で、相当取り残されてるかもしれない。真面目な話、テムの利用をやめる前に、今すぐウイルス対策ソフトちゃんと動いてるか確認した方が、あるいはフィッシングに気をつけるようにした方がよっぽど安全だと思いますよ。だからテムで何かやられたっていうことは、テム以外のサイトでも何かやられてる可能性ありますね。だから二段階認証とか、パスワード変えるとか、できる対策はいろいろやった方がいい。まあもちろん後でお話しているようなアプリのセキュリティの甘さみたいなのは事実としてあるので、将来何か起こらないとは限りませんけれども、そんな事故を起こしたらもう、それはテムが終わる時なので、崩壊する時なので、ユーザーとして適切に使ってて、何かが起こった時は、それはもう安心してクレジットカード会社に保証してもらって、そこでテムとさよならすればいいだけの話なんですよね。とにかく、クレジットカード流出怖いって言ってる方、ぶっちゃけそもそもクレジットカードでの海外とかネットでの買い物、慣れてないでしょっていう。ネットのセキュリティとか、安心安全な買い物を実現するための世の中の仕組みに対する知識、怪しいものを嗅ぎ分ける嗅覚、それ確かですかっていうところ。やっぱり昔からクレジットカード使ったり、いろんなネット決済試し尽くしてる人はこのあたり強いわけですよ。こういうの早く慣れておかないと、この先もいろんなサービス出てくると思いますけれども、逆に不正利用とか危険な目に遭っちゃいますよ。ずっと無駄に警戒したり、見当違いの対策したりして、さらに被害拡大したりしちゃいますよってことですね。関連してセキュリティ問題いきたいと思います。なんかテムの運営会社の親会社の過去のやらかしが取り上げられてるのは置いておいて、今出てるテムのアプリ、これどうなのか。まあ、この先何が出てくるのか分かりませんけれども、とりあえず現時点、この動画作成時点で実際確認されてるのは、世の中で山ほど訴訟が起こされてたり、さっきのカードの話みたいに本当にテムに非があるのかどうか分かんないけど、テムのせいだっていう主張も含めてですね、アプリが悪いことしてる疑いがあるっていう主張だったり、やろうと思えば悪いことができる仕組みになってるっていうのが確認されたとか、そういうのはいっぱい出てきてますけれども、じゃあ実際何か出たかっていうと、何の証拠も出てないっていうのが現状なんですよね。この手のアプリって当然、ユーザーのプロファイリングは、やり尽くした方が、要はどこに住んでて、どんな生活をしてて、何に興味を持ってっていうのが分かった方が、ユーザーにおすすめの商品とかを提供しやすいっていうのがあって、そのためのデータを他のショッピングアプリと比べてもめちゃめちゃ取ってる可能性がある。少なくとも取れる仕組みを仕込んでるっていうのは、これは事実としてある。じゃあそれが目的外に利用されたか悪用されたかっていうと、こんなに山ほど訴訟されて、いろんな人が調査して、それでも何の証拠も出てないっていうのが現状だと。まあ一つだけはっきりしてるのは、もし何か見つかったら、アップルとかグーグルがすぐに動いてアプリストアから削除とかの対策取ってくれるので安心してください。だってアプリストアダウンロードナンバーワンのアプリですよ。そんなの問題あったら iPhone とか Android の信頼の根幹に関わるじゃないですか。放っておくわけがないと。まあ実際親会社のアプリではグーグル、過去にグーグルプレイから削除っていう対策を取ったわけですよね。これテムに限らず今インターネット時代にあってグーグルとかメタとかグローバルな巨大企業が山ほど出てきてる状態で、当然そういう企業って相手にする顧客の数とんでもないことになってるわけですよね。何億人とか10億人以上の規模ですよ。もう昔の企業だったら考えられない。で、その顧客の中の一定の割合の方は、なんか被害に遭ったのか、被害に遭った気がするのか、とにかく被害を訴えるっていう人が出てくる。被害を訴える人の絶対数が多くなるわけですよね。同じ理由でそういうグローバル企業を狙って攻撃する個人とか企業の絶対数も増えるので、だから最近だとオープン AI とかも当然訴えられまくるわけですよ。大きい企業ほど危険だなんだって、あることないことを、主張されることも増えるわけですよ。そういう時に本当にやばいやつと、まあこれぐらいの批判は出てきて当然でしょっていうのを見分ける目。これもグローバルな現在の状況を腹落ちして理解してる人だったら、フラットに判断できるわけですよ。もしその辺に山ほどある。
真面目で勤勉な国であるはずの日本にはびこるブラック企業が、今テムとかオープン AI とかがさらされてるレベルの批判にさらされたら、もうあっという間にいろんな証拠が出まくって、あっという間にぶっ潰れる可能性あると思いますよ。もう大昔からいろんなインターネットサービスとかスマホアプリとか使ってる人からすれば、特に昔の本当に何でもありだった Android の頃のスマートフォンアプリ使ってる人からすれば、今はどれほどコントロールされてて監視の目が行き届いてるか。昔は火のないところに煙は立たないみたいなことを言ったわけですけれども、それは規模の小さい会社はそうだったかもしれませんけれども、もう今世界何億人が関係する企業なんていうのは、もう本当いろんなところから発煙と投げ込まれますので、ある程度煙立つのは当たり前なんだっていうところ。むしろそうやって山ほど発煙と投げ込まれるから、常に世間の目がそれを監視して、常にそうやって批判の目にさらされてるから、より安全まであり得るっていうのが実情なんですよね。ちょっとこのペースでやってると永遠に終わらないので飛ばしていきたいと思います。安全基準を超える化学物質が含まれている、偽造品がある、品質基準満たしてない、お前それいつからテムだけの話だと思ったんだと。グローバル化して世界のどこかで作られた謎の製品が世界中に流通するっていう中で、製品にもその素材から部品から最終製品からっていろいろあるわけですよ。その中でこのリスクにいかに向き合っていくか、これはテムに限らず世界全体の課題なんですよね。まあ、この辺 Amazon のマーケットプレイスとか楽天何にも変わらないですけれども、あと店頭で買っても同じですよ。普通にその辺のリスクありますよ。たまたま批判にさらされてるテムがやり玉に上がって調査された結果、その辺満たしてないっていうのが発覚しただけの話ですよね。むしろテムみたいな巨大なショップで抜き打ち検査して問題を起こしたショップに次々徹底下して潰すっていう、それを徹底した方が最終的によっぽど安全にできそうだっていう、どんどんやばいサプライヤーを明るみに出すいい機会だと。むしろこれきっかけに問題解決に向かうことを期待したいくらいですよね。ウイグル自治区の強制労働で作られた商品が売られてるんじゃないか。これもテムに限らずいろんなところで売られてる商品に言えることですよね。例えば麺の生産、世界1がインド、2が中国とは言ってもそこまで差はなくて、それぞれ 25% ぐらいだと。で、実に中国の生産の 85% がウイグル自治区だと。だから世界全体の2割の麺がウイグル自治区原産で、まあ、その中どれぐらいの割合かは分かんないですけれども、強制労働の懸念があると。この強制労働とかの問題もテムきっかけで解決に向かうといいなと思いますけれども、だからってテム叩くのは相当なお門違いですよね。で、単純に安すぎて怪しいと、プレデタリープライシングとかチャイナダンピングとかって言われる。まあ、そもそもなんでこんなに中国製の製品が安いか、まあ、こんなのあえて説明するものかどうかっていうのはあるんですけど、まずはシンプルに人件費が安い。まあ、日本と違ってずっと経済成長続いててだいぶ上がったとはいえ、それでもまだ都市部ですら平均年収200万円とか、全体だと今100万円ぐらい、もう農村部とかに行くと年収20万円とかですよね。その上で製造業とか近代化して大量生産できる土壌が整って、で、最新技術投入した電化製品とかも作れるようになって、なのに最近国内の景気低迷で内需がなくなって、いっぱい作れるのに国内で売れない、じゃあ海外に売りまくろうっていうのがあって、で、工場の倉庫からテムの倉庫に直接配送して、そこから消費者に直接届けると。今でも世の中企業の工場から一旦中央倉庫に配送して、で、そこから地域の倉庫に配送して、で、ディストリビューター卸売業者に配送して、さらに物販業者とか小売店の倉庫に配送して、そこから消費者に届けるみたいな。まあ、最近はいきなり Amazon の倉庫に送るみたいなショートカットのパスもいろいろ出てきてますけど、とにかくその究極とも言えるぐらいショートカットしてると。だから配送に時間がかかる代わりに、自分の住んでる地域のすぐ近くの倉庫まで配送されてるわけではないので、時間はかかるけれども、いろんな業者を通ってこない分安く済む。で、なんか他にも見かけたのは、バンコク郵便条約で出荷元の国の企業はほとんど送料負担しなくてよくて、送料配送先の国の負担になってますよみたいな。これ本当にどこまで分かって言ってんのか。まずバンコク郵便条約あろうがなかろうが、中国国内の配送料と相手の国までの配送料は送り出し側の負担ですよ。でもまあここは大量の荷物をまとめて一つの荷物にして送るとかなり安くできるんですよね。ただテム5日ぐらいで届くんですよね。まあ、つまり航空便使ってて、ちっちゃい荷物だったら船便だったらもうコンテナに大量に詰めて日本に着くまで1個あたり100円してない可能性すらあると思うんですけど、まあ、航空便は船便ほど安くできなくて1キロあたり3ドルとか5ドルとか、でも小さい荷物だったら1個あたり数百円とか、税金とかいろんな手数料とか入れても日本の空港までそれぐらいの値段で届くと。で、そんな風に配送先の国の空港まで届いた後の配送、これもバンコク郵便条約関係ないですよ。まあ、仮にバンコク郵便条約に従って配送すると、これ2020年に改定されてて1件あたり12ドルとかかかるんですよ。バカ高いですよね。これすごい額なので、だから普通に考えたらこんな高いサービス
安く配送しようとしたら使わないはずなんですよ。てかバンコク郵便条約に従って配送されてたら日本郵便から届くはずですけど、今まで私が頼んだのを全部ヤマト運輸か佐川急便から届いてます。まあ一部宅急便業者が協力することもあるみたいなんですけど、でもその場合は一旦そういうラベルが貼ってあるはずだからそれ見りゃ分かりますよね。でも実際届いた荷物に貼ってあるのはヤマトと佐川のラベルだけ。まあつまりこういう大手の EC サイトっていうのはそういう大手の配送業者と直接契約して配送してるわけで、だからボリュームディスカウントで普通の宅配便1件より随分安くなってるのが普通なんですよね。まあ詳細はその企業間の契約の話なんで分かんないですけど、でもだから普通に考えて中国国内、日本国内全部配送料合わせても1件あたりまあせいぜい1000円とかそういうオーダーでちゃんとテム側が全部負担して届いてる。だとしてもやっぱりそれってテム側に全然利益出てなくないって。これはおそらくその通りなんですよね。まあこれもビジネス用語としてロスリーダー戦略とか、あと利益出さないで粗利を全部投資に回して成長する再投資戦略とか、まあここ10年20年でだいぶ流行ってる手法ですよね。アマゾンもこれで急成長しましたよね。まあ利益出さないわけですから既存の企業はたまったもんじゃないですよね。テムに対抗するために我が社もしばらく利益出しません。全部再投資しますって言って、そうか、わかったっていう株主がどれくらいいるか。だから基本これをやってくる企業が出てきた業界の既存の企業っていうのはその企業の再投資が続く間はただただやられて耐え忍ぶしかない。このやり方の良し悪しは議論が分かれるところかもしれませんけれども、ただ今のところこのやり方によって起こるイノベーションの効果の方が大きいので、むしろ良しとされてる雰囲気ですよね。飛ばすって言って全然飛ばせてないので次いきます。ルーレットの当選商法みたいな購入を煽る仕組みが多い。慣れろよ。もうこんなの、例えばソシャゲでいかにもあなたは賢い素晴らしいプレイヤーですみたいな接待ゲームとか、ソシャゲのガチャでもうちょっと引けばすごいキャラクターが当たりそうとか、昔から電気屋の店頭でくじ引きやって携帯当たりましたとかって言って1円携帯契約させるとか、もうあげればキリがないですけども、そういうのを山ほどくぐり抜けてきた身からすれば今更そこみたいな。まあ確かに褒められた話でもないので、そういうのを耐性ない人でも安心して使えるように、こういうのどんどん批判されて是正されていくのはいいことだと思うんですけれども、でも使う側として未だにもしそういうのに煽られちゃう人がいるんだとしたら、それはいくらなんでも耐性がなさすぎると。こういうの慣れないと良くないって言われながら普通に定着しちゃう可能性結構あるんですよね。実際定着したものとして、例えばポイントカードの仕組み、あんなものお得に見せかけて普通に考えたらポイント分払ってるだけだっていう、リピート利用しない、ポイント使わない人に負担敷いてるだけだろう、競争阻害するよって、当初そういう批判もあったはずなのに普通に受け入れられちゃった。だからもし慣れてないんだったら逆にこの機会にテムとかソシャゲで慣れた方がいいまである。慣れとかないとほんとますます騙されやすくなるだけですよ、ね、次、みんなこういうところから買い物するようになったら日本の産業が潰れる。大丈夫です。もちろん中には潰れる企業も出てきますけれども、本当に競争力がある企業だったら大丈夫です。潰れるのは今までお話してきたようなグローバル時代についていけない競争力がない企業だけなんで、でそういう弱い企業が潰れても体制に何の影響もないっていう、むしろ世の中の代謝が進んで世の中もっと便利で豊かになるっていう、ブラック企業が潰れて辛い思いして働いてる人も減るっていう、こういうアグレッシブな企業に真面目に対抗できる企業が出てきて、でその企業同士が戦ってまた勝ち残った企業に対抗するっていう企業が出てくる。これが繰り返されて世の中っていうのは豊かになっていくので、逆にそれが起こらないっていうのは昔ながらの古いやり方の企業が残るっていうのはもうこれ相対的衰退そのものだっていう。皆さん日本の産業がとか日本の企業がとかって聞いたら、中国の企業がとか中国はとか聞いたら、私はこれ全部群馬に脳内変換することをお勧めしてます。群馬のテムっていう企業が再投資戦略で世界中の物販業界を駆逐する勢いで成長してるらしいぞと。もうどんどんやれと。もう革命を起こせと。物販の非効率をこの世から駆逐してくれと。頑張れと。逆にテムのせいで群馬の既存産業が駆逐されると。知らんがなと。それはお前らの競争力がないからだろう。人のせいにしてないで頑張れと。そんなこと言ってるからいつまで経っても仕掛けられる側から抜け出せないんだと。先進的な企業とかイケてるやつはどこの国とか地域から出てきてもイケてるし、ダメな企業とかダメなやつはどこの国とか地域にいてもダメだと。グローバル時代ってそういうことなんですけど、まあ以前サブチャンネルでヤンキー文化8段階説っていう動画出しましたけれども、本当今でも恥ずかしげもなく日本ヤンキー発言する人がこれだけいるっていうのは、有識者の中ですら結構いるっていうのは、そりゃそういう人たちは世界から取り残されて当然だよなっていう。日本はなんとかって聞いたら即群馬に脳内変換。今日はこれだけでも覚えて帰っていただければと思います。まあ、いろんなところを取り上げて話してきましたけれども、私からのメッセージまとめます。あくまでテム、題材として取り上げましたけれども、本土でのメッセージはこのあたりですね。新しくて怪しいものをよく調べもせずに危険危険って言って、それで賢い選択したふりして使わないで、何も知らないで振り回される。どんどん世の中から置いてけぼりを食らうリスク。逆にどんどん使って、調べて、
理解して参考にして仕掛ける側に回っていくメリット、将来的な成長とか利益を考えた時に後者に目を向けるのっておそらくほとんどの方が思っている以上にむちゃくちゃ重要ですよってこと。世の中には本当なんか出るたびに、もう大昔からですよ、銀行タンス預金の方が安心、クレジットカード現金の方が安心とか、より海外より住み慣れた田舎が安心、通信販売お店で買った方が安心、コンピューターインターネットスマホ AI なんかよくわかんない怖いと、よっぽどみんなが使ってて安心だって分かってから手を出す。結局自分はなんでそれが安心なのかはいつまで経っても分かんない。そんな人たちがいる一方でクレジットカードもスイカもモバイル決済ももう使えるようになった瞬間にとりあえず使ってみる。仕組みとかビジネスモデルも調べてみる。リアルでもネットでもいろんなところに行って体験してみる。大昔からある雑誌にあったような通販もカタログショッピングもテレビショッピングもネット通販ももう目にしたところから使ってみる。コンピューター、インターネット、怪しいゲーム、AI、何でもかんでも試す。積極的にイノベーションの新しい提案に乗っかって評価する。時には危ない思いもして、もちろん被害を被ったんだったら文句も言ってフィードバックする。改善に協力するんですよ。世界中の人たちと一緒により良い世の中っていうのはどういうものかっていうのを模索していく。そういう人たちがいた時にどちらの方が将来的に成長するか、見込みがあるのか、いてくれてありがとうって思われるのか、これはもう説明するまでもなく明らかですよね。しかもこれ恐ろしいのは連鎖するんですよ。コンピューターがよく分かってなくて怖いと、当然その先にあるインターネットもよく分かんない怖い、スマホが怖いとその先にあるネットも怖い。だからこれ放っておくと遅れれば遅れるほどリテラシー格差が拡大する方向にも作用するんですよね。よく分かんないと、怖いから手を出さないが癖になってると、気づいた時には世の中の仕組み何も分かんない、30年前40年前みたいな認識に惑わされてほとんどデマみたいな内容をすぐ信じちゃうってことが実際に起こってるわけですよね。そういうのに惑わされやすい人ほど一回そういう情報を信じちゃうとそこから抜け出せないみたいな、もう自分の信じたことが覆されるのがまた怖いので、もうそのちっちゃいちっちゃい自尊心を守るために陰謀論的な理由を探し出すみたいな。もちろん後者の行動を取るにはそれなりに頭も使うので、余裕がなくて仕方なく前者の行動を取る、もうこれは仕方ないかなと。あともちろん全員が全員後者の戦略を取ると本当にやばいもので安全そうに見えるものがあった時に全員が破滅の道を歩むことにもなりかねないので、一部前者の方が存在意義を示すってこともありえますけれども、それを差し引いても総じて、特に今どんどん変化のスピードが早まってる時代なので相対的に後者の行動を取るメリットが非常に大きいってことなんですよね。まあ繰り返しですけど、もちろん後者の行動を取ってるとそれで危険な思いをすることもありますよ。まあ私自身もクレジットカードの再発行、車上荒らしにあったり、海外旅行中に取られたりで、まあ、大学1年生の時から使い始めてこの30年近くで数回はやってますよね。でその時の最終的な被害も財布に入ってた現金の方だけでクレジットカードの損害は出なかったですよね。まあ、明らかに現金の方が危ない。まあ、他にもちっちゃいネット詐欺にあったこともありますし、まあ、ネットも本当いろんなサービス登録しまくってるんで、もう数百っていうアカウント登録してると思うんで、放置アカウント乗っ取られたりとか、まあ、もちろん通販でも変な商品届いて返品することなんか数限りなし。でもやっぱりそういう経験があるからこそ、まあ、最後もし何かあってもこうすればいいよねっていう経験があるからこそ何の躊躇もなく手も使えるみたいなところもあるわけですよね。仮にこの先何かあったとしても、またやられたとか、こんな大変なことがあってとか、なんか笑い話にして次に行くところまでセットで想定内ですよね。最近の手も怪しい、怖いとかっていう話を聞いて、そうかも、怖いって思うかどうか、もう前者になりかけてるかどうかを測るいいリトマス試験紙になってるかもしれないですね。というわけで、テムを題材にとにかく新しいものにどんどん飛びついて吸収していくメリットと、なんかよくわからないまま誰かの言うことを信じて新しいものを避けるリスクについてお話してきました。まあもちろんこの先私がテム使ってることによって大失敗につながるリスクもゼロではないですけれどもね、もしそうなったら笑ってやってください。でも仮に本当にテムが悪の帝国みたいな企業だったとしても、ちゃんとその悪の帝国が悪いことをしないように目を光らしてる企業っていうのが世界にはたくさんあるとか、それが分かった時点で使わなくするとか、なんだか対応するとか、やっぱりこれまでいろんな経験をしてきたからこそのなんとかなるがあるからこそ、そこまで特に不安なく使えるっていうのがあるわけで、この動画が世の中にはびこってる謎の新しいものには気をつける文化とか、中華の闇とか、そういうのに惑わされる被害者を少しでも減らすことにつながれば、本質的に心配性な方はしょうがないかもしれませんけれども、本質的に楽観的な方がこれまで通りに伸び伸びといろんな体験をして引き続き伸び伸びと成長していただくことを願って、この動画を締めくくりたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。フリーウェイがお届けしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。